山本五郎作彦左衛門外記その第3回「一の三」「七人いる友達の中で高木と神谷は一番仲がよく馬と馬方のように絶えず一緒だし片方が寒いといえば片方がすぐにくしゃみをし片方が眠いといえば 片方がすすぐにあくびをするというくらい、うら肉体的にも精神的にもしっかりと結びついていた「ちゃんと手は考えてあるんだ」「一馬は他の5人まで動揺し始めるのを軽く抑えながら言った」「あの男は右の目が潰れているだろうだから大抵の者が右の方を攻めるそのためにかえって右は硬いんだが」 目の空いている左の方は弱い。俺は下見分に来てちゃんとそれを見ているんだ。ちょっと待て。と高木が遮った。その理屈はおかしいぞ。そうだ。と神谷がすぐに言った。それはちょっとおかしな理屈だ。その理屈で言うと、高木が言った。左の耳がつんぼの人間は、左の耳の方がよく聞こえるということになるぞ。 その通りだつまり」と神谷がすぐに言った「つまり右の花が詰まっている人間は詰まっている右の花の方がよく通る左の花よりもよく匂いが嗅げるということになるじゃないか」「これは耳でも鼻でもない目の問題だ」と勝間が答えた「武術の試合には耳がよく聞こえるとか」 何かの匂いがよくかげるかどうかなどということは「おいよせ」と勝間は言った「支配をするのはこの俺で貴様たちじゃない余計な口出しをするな」そうして彼は進み出ていった勝間は相手と名乗り合い台の上へ金20両を置いてから身支度をして木刀を袋から出した 大田原の棒は9尺ほどの長さで黒光りにつやつやと光っていた彼はまずその棒に素振り干し次に幾種類かの型をやってみせた喉からほとばしり出る気合は先弱立法の空気を引き裂き粉砕するかと思われるほど鋭かったし縦横上下に円簿描き 鍵を引きこう飛ばす棒はまるで名敵を発する妖艶の予防に見えた眺めている群衆はもとより一馬に出資している七人もこれにはすっかり肝を抜かれ自分たちの出資金が極めて潤うべき状態に当面したことを感じるのであった五橋一馬は悔いのように立っていた。 彼は勃権を右手に持ち背筋をまっすぐにして防ぐいのようにまっすぐに立っていた大田原の自義運動にも全く無関心で全く直立しまっすぐに前方の一点を見つめたまま微動もしないのであった彼の凝視している方に薄い担ぎを着た武家の女将がいた むろんこの試合を見るために立ち寄ったのであろう侍が5人ばかりと侍女らしい女が2人その女性の周りを取り巻いていたおいあれを見ろ神谷康介は高木千四郎を肘でこづいた五橋の目の向いている方だあそこに勝着を着た夫人がいるだろうおお勝着を着た夫人がいるな よし、と神谷がうなついた今度はもう一度五橋の目を見ろ五橋の目を見た神谷が不吉な響きのある声で言ったさっきから五橋は身動きもしないがあの夫人に見とれているんだとは思わないか思うなあ高木はうなり声を上げた確かにあれは。 勝の夫人に見とれている目だバカなことを言うな青山藤七郎という出資者の一人が言ったあれは五橋が最も得意とする歯の構えだ岩木権太夫に勝った時もあの構えだし淵田軍兵衛にもあの構えで青山はそこで突然絶叫をした大田原が棒を八層に構え 耳がガンとなるような掛け声とともにさっと鋭く内を入れた。カズマは棒立ちのままでその時青山が絶叫をした。彼は「危ない!」と叫んだのであるがその声が聞こえたのであろう。カズマは左へ跳躍し大田原は棒を頭上に高く上げて「いかに!」と勝ち名乗りを叫んだ。「まだだ!」とカズマが言った。 勝負はまだだ何を言うと大田原はわめき返した。左の小瓶を見ろこの棒で打った傷があるぞ勝負はあったぞカズマは左手で自分の小瓶に触ってみた。棒の先端でかすったのだろう。そこには親指二本ほどの太くて長い小ブができていた。かすっただけだとカズマはやり返した。 こんなものは勝負にならならい。もう一度言いかけたがそこで言葉を切ると彼は勃言をもったまま敏速に走り出した大田原はじめ群衆も7人の友達も不意のことであっけに取られたが高木善四郎はすぐに投資金のことを思い出し「おい捕まえろ!」と叫んで一馬の後を追いかけた一馬の姿は 探すまでもなく、向こうで一人の侍と何か話しているのが見えたそうして七人が駆けつける前にその侍と別れ汗を拭きながらこっちへ来た「お、はい五橋どうしたんだ?」と青山が喘ぎながら言った「勝負を放って何をしに来たんだ今の侍は何だ」勝間は立ち止まって七人の顔を順に見た なんだと彼はまた順々に彼らを見回した。お前たちこそ何を騒いでいるんだ頭がどうかしたな。と高木が言った。頭がどうかしたぞ。と神谷が言った。勝負のことを忘れたのかと高木が声を励まして言った。五橋一馬しっかりしろしっかりしろ五橋一馬と神谷が。 声を上げまして言った勝負のことを忘れたのかカズマは持っている墓犬を見向こうの大田原前馬の幕張をぼんやりと見た「勝負は済んだ」と彼は言った「俺の負けだ冗談じゃない金二十両だぞ」三宅宗兵衛が金切り声を上げた。 お前が勝つと受け合ったから俺たちは金を出したんだしかも合計すれば金20両だぞそして他の6人が一斉にわめき出した現実の問題としてはもう一度大田原全馬と試合をして20両を取り戻すべきだというのである一マは三宅の手を取って小瓶にできているコブに触らせたこれが負けたしょぼこだ と彼は言ったもう一度試合をするにはまた金20両を持って行かなければならない。今ここでそれだけ集められるか。みんな顔を見合わせた。しかしそのと青山が言った。もしも五十橋が勝つと決まっているのなら金は後で出すという相談にすれば勝つもんかと言って彼は。 も高木に渡した。俺の目は美しい虹で塞がれてしまった相手の棒も自分の墓箋も見えやしない試合なんかくすくらいだ俺は帰るぞそして大股に去っていった7人はぼ然と見送っていたが高木善四郎は 自分が墓権を持っていることに気づいてびっくりしたどうして墓権など持っているのかすぐにはわからなかった山本周五郎作「彦左衛門外記その第3回1-4途中まで2021年4月9日。